キビアック、キビアック、キビアとは、グリーンランドのカラーリット民族やカナダのイヌイット民族、アラスカ州のエスキモー民族が作る伝統的な漬物の一種、発酵食品である。海鳥をアザラシの中に詰め込み、地中に長期間埋めて作る。ヒメウミスズメキビアックの材料となるのは、現地でアパリアスと呼ばれる海鳥の一種とアザラシである。北極圏の短い夏の間、 繁殖のため飛来したアパリアスの群れを、補注網のような道具で捕獲する。捕獲したアパリアスを、直射日光の当たらない涼しい場所に一いたほど、放置して冷やす。アザラシの腹を裂き、皮下脂肪を飲み残して、内臓と肉をすべて取り出す。袋状の空になったアザラシの内部にアパリアスを、そのままの形で数十羽ほど詰め込み、アザラシの腹を縫い合わせる。 合合口にハエが卵を産み付けるのを防ぐために、日干ししたアザラシの油を塗ったりもする。アザラシの袋に空気が残らないようぎゅうぎゅうに詰める。空気を抜かないとうまく発酵せず腐ってしまう。これを地面に掘った穴に埋め、日光で温度が上がって腐ることがないように日よけと、空気抜きを行い、狐などに食べられないようにするために上に石を積んで、多い、2ヶ月から数年間放置、熟成する。 アザラシを掘り出し、中からアパリアスを取り出して食べる。食べるときはアパリアスの大葉を除去した後、総排出口に口をつけて発酵して液状になった内臓をすする。肉も皮を引き裂きながらそのまま食べる。歯で頭蓋骨を割り中身の脳みそも食する。また、液状になった内臓を調味料として焼いた肉などに、つけて食べることもある。 発酵により生成されたビタミンを豊富に含むため、加熱調理で酸化、分解してしまった、生肉中のビタミンを補う機能があるとされ、かつては極北地域において貴重なビタミン源の一つであった。誕生日、クリスマス、結婚式や成人式などの祝縁の席でよく供される。ビミダが非常に強い周期があるとされ、シュールストレミング、草や、 本王フェと並び世界の異臭料理として有名である。臭い食べ物の代表例、AU、アラバスタータニー、匂い成分の成分量の単位である。匂いの強弱は、匂い成分ごとに、人の感覚意値との相乗値で評価され、純粋な匂いの単位ではない。ありがとうございます。